大阪府立泉高等学校は大阪府岸和田市、羽部町にある公立の高等学校。明治時代に、戦南軍立の高等女学校として設置された。かつて宝石工場の2交代勤務で働きながら学ぶ生徒のために、府立4校だけの学習提示制の過程も平地されていた。略称は伊豆校。前身は1901年創立の 軍立戦難高等温な学校で大阪府に移管され、岸和田工場に解消されている。太平洋戦争後の学生改革により、新生の高校となった。全日制過程で普通科とグローバル科を併置。グローバル科は入試で海外帰国生の入学者選抜があり、若干なだが海外帰国生も受け入れている。1948年に、 新生の高校に改編された際、全日制とともに昼間定時制過程も併地された。なお3年後の1951年に昼間、定時制を廃止し、夜間定時制過程へ、再び改編されている。1966年に、各州定時制の過程も併地された。先週地域の地場産業は、1964年、東京オリンピック五輪女子バ芝ー金メダルなど、 東洋の魔女と呼ばれた日房貝塚に象徴される繊維産業。その紡績工場の二交代勤務に合わせて働きながら学ぶ人を対象にしており、泉高校をはじめ貝塚高校、仙内高校、横山高校の富士四高校に設置された。産経新聞の地の強固によると、各州定時制は高度経済成長期に働き手を欲しい企業側と貧しくとも、 高校だけは卒業してほしいと願う親、生徒側の希望が合致した、教育を重視する日本ならではの学校で、愛知県、岡山県などでも誕生。1960年代の地方からの集団就職者の受け皿として、また全日制高校の数が少なかった時代から、進学希望者の受け皿として、定時制課程への入学希望者が相次いだことを背景としていた。 千野が取材した、貝塚高校の学習定時制の場合、生徒の勤務に合わせて通信制を併用し、授業も、被服や手芸など、実習科目に重点。定時制の週は午後3時10分から夜7時30分まで、通信制の週は朝9時15分から昼前11時25分まで学ぶ。学習なら、通学できる。 家庭環境の生徒も多く最盛期320人で2003年の段階でも九州、四国から志願者があったという。しかし1970年代になると産業構造の変化により集団就職者が減少し、全日制高校も増設されたことから志願者が減少傾向となり、泉高校の各州定時制過程は1998年3月に廃止となった。 また定時制過程も2008年3月、大阪府の定時制高校の半減策により廃止となった。2010年4月、民間人校長として、大阪府知事の橋本徹の友人で弁護士の中原、徹が就任した。ただし、校長採用試験前に、橋本知事の特別秘書の川崎大輝が、大阪府教育委員会に、 知事の友人が受験するかもしれないと伝えており、不協議側も一般に公表する前に、合格を同秘書に口頭で伝えていたことが発覚。橋本知事は、不適切。疑われても仕方がない。お詫びするしかないと謝罪した。中原は2012年の卒業式で、君がよ国家聖賞の際、教職員が聖賞している各地の動きで確認する、口元チェックを行い、 論理を読んだ。また、校内いじめ、嫌がらせなどなくすため、思いやりを欠いた行為をした生徒に、無規定学処分、という泉高校独自のルールを設置。弱者いじめだけでなく、配慮が足りずに、人前で他人を傷つけたとか、嫌がらせで物を隠したとか、いじめまではいかない、維持悪レベルの行為も、無規定学にするという。なお、中原は、 日経ビジネスの記事によれば、国際競争に勝ち残れる日本人を育てたいとの思いから、米国の大手法律事務所のパートナー弁護士から、年収を五分の一にして、校長職を選んだという、授業時間外に自ら英語を教えているほか、トーフル対策の英語超人という授業を新設した。1899年直霊高等女、学校令の交付に伴い、 翌1900年2月に、大阪府知事、菊池氏にが、大阪府教育中可燃計画を策定し、都心部の中等教育について、府が旧正中学校、高等女学校の普通教育学校を、大阪市は商業学校など実業学校を設置することに決まったが、軍部への不立控除の設置については、控除を受験する。 高等小学校在籍の女子児童が少ないことから見送られた。一方、政府が女子教育の拡充を急務としており、大阪府は将来的に軍部に、府立高等女学校が必要となれば、府立として設置する。軍立として設置する場合は、府からの補助を行い、将来的に全自府立へ移管するという方針も同時に掲げた。このため仙南軍は、 軍立での設置を決定。1901年4月9日の文部省国時第91号、及び大阪府国時第106号により認可され、千南軍岸和田村1910番地、岸和田城内、日南クラブ建物を使い、千南軍立大阪府千南高等女学校が開校した。不可の工場では、大阪府立中野島高等女学校、 堺市立堺高等女学校、大阪府立清水谷高等女学校に次ぐ4番目で、軍立としては初の開設となった。今日愛な敷地のため、1911年5月に、千南軍岸和田村麻登校寺に移転。1915年4月に大阪府に移管され、大阪府立千南高等女学校と改称された。 戦乱控除へ改消から13年後の1928年4月、再び改消され、大阪府立岸和田高等女学校となった。ただ、改消の経緯を示す資料ははっきりと残っていない。なお、同時に公明を改消された他の控除3校も、軍立として設置されて、府立に移管された。旧公明は軍名に由来する。改消後の新公明は、 学校所在地の地名に由来するという共通点を持つことから大阪府から何らかの指示があったのではないかと推測されている。昭和初期の太平洋戦争選挙区悪化に伴い1938年に勤労奉仕が1943年に勤労動員が始まった。勤労動員では三年生以上が学校近辺の秘宝、貝塚や東洋墓岸和田工場などに 1.2年生は学校農場の農作業や校庭の開墾作業に動員された。また王将に伴う教員不足を補うため、1941年6月に岸和田臨時教員養成所も併設。1945年に戦時臨時措置により4年生での卒業に短縮された。太平洋戦争後の1948年の学生改革により、 大阪府立泉高等学校として発足した。当時泉南地域にあった旧制の中等教育学校6校のうち、貝塚市立工場と、組合立泉南女子農芸学校の2校の生徒を、府立泉高校、府立佐野高校の2校に、岸和田市立工場の生徒を、府立岸和田高校、泉高校の2校へ、分離編入される形で廃校とした。その上で、 富士津岸和田中と岸和田校女、佐野校女の3校について、高校1年生と併設中学校3年生の男女生徒を交流させた。交流で、岸和田校女から抽選で選ばれた女子が岸和田高校に移り、岸和田中学校から住所で選ばれた男子が、泉高校へ移って、男女共学が始まった。なお、高校の校名について、当初、 第二岸和田などの歌唱が使われていた。校女の名称、岸和田のまま改変されると、同名に高校が存在することとなるため、岸和田の名称を、歴史の古い岸和田中学校側に譲り、泉国に由来する大阪府立泉高等学校を、新生高校の名称とした。1960年代になると、定員像で過密化し、校舎も老朽化。校舎、 高地の不都合が目立つようになった。教職員らは1966年9月の職員会議で学校移転を前提に対応する方針を決定した。1968年秋に大阪府から新高地買収の予算がつき、農地から選定して地主36人と交渉し、高地を買収。1971年8月に移転作業を実施し、 翌9月の2学期より授業を開始した。このコーチが2020年現在まで続くコーチである。1901年に、千南軍立の工場が開設される際、設置場所について、すでに、岸和田村に、富士岸和田中学校があったことから、中等教育機関の集中を避けるためとして、佐野村への設置を押す声も、旧姫軍の関係者を中心に強くあった。その後、 千南校場も岸和田村に開校となり、佐野村は1903年、佐野尋常高等小学校に閉地された裁縫教授の特別学級を佐野村立裁縫学校として開校させた。この学校が1921年、実業補修学校に組織変更されて、佐野女子実業学校となり、その後、佐野家政女学校と改称1928年に、 大阪府佐野実家高等女学校に、1934年4月、実業学校大阪府立佐野高等実践女学校となり、1941年3月に大阪府立佐野高等女学校となった。こうした経緯もあり、千南工女、岸和田工女への強い対抗意識を佐野工女は持っており、1940年度の卒業生の一人は、岸女は、 勉強中心、佐野は実践を教える学校で私たちは羽織まで縫いましたよ。そうそう、佐野にはハイカラさんが多くて、当時の中学生にもモテたみたいです。制服も騎士女よりずっとスマートで、スカートのひだも細かくてと語っており、裁縫技術や制服の着こなしの点で騎士女をはじめ各校女よりも自分たち実践女学校の方が優れている。 と誇りを感じていた。鉄道高架高等女学校時代の高架は、明治天皇の御性、器には舌が引きながら、岩をも通すは、水の力なり蹴りを高架としていた。制服1948年に導入された女子の制服は、古紙の三姉妹の母で、デザイナーの古紙の彩子によるデザイン。ただ、冬服の胸のボタンの数が多く、前ボタンを閉めずに着るのが、 一つの流行になり、だらしない身だしなみへの苦言を校長が受けている。1911年10月、寄宿舎を併設した。仙南地域の交通の便が悪く、遠方からの通学者への便を図った。旧正中学校への寄宿舎設置は珍しくなかったが、高等女学校への寄宿舎設置は大阪府で唯一だった。その後、公共交通機関の改善や寄宿舎建物の 老朽化、建物でのダニの発生を要因として、1931年7月に廃止された。現在の校舎は、半世紀前1971年の移転時に建築されたままで、旧体新基準の既存不適格であり、震度6強の揺れで倒壊の恐れがある。このため2009年度から改修を行った。なお移転前の旧敷地は、 岸和田市立福祉総合センターとなり、旧校舎の一部はセンターとして使用。大阪市内にある朝日ビルや大阪ガスビルジングと同じくアールデコと呼ばれる角を丸く仕上げた様式で、岸和田を代表する近代建築とされ、テレビアニメフリーの舞台、岩戸美高等学校のモデルとなったことでも知られていたが、2017年秋に取り壊された。 終戦直後の混乱期の1948年11月17日に原因不明の火災により校舎を消失した。大阪府内では GHQ の指示により義務教育優先として高校の校舎を新生の中学校の校舎に転用する例も相次いでおり、火災を機に廃校や他校へ合併されるのではという噂が飛び交った。生徒や教職員が廃校、 合併反対運動を起こし、大阪府教育委員会も廃校や合併ではなく、現在地での校舎再建を進めると表明した。当時、仙南郡、樽井町が、佐野井南の仙南地域への高校誘致を進めようちも、町で準備しており、火災を機に、泉高校に樽井町移転を打診したが、学校関係者は断っている。なお、 消失した校舎は1950年12月30日、元の場所に復旧している。経済、経済、芸能、スポーツ、その他関係者、ありがとうございます。